マーク4戦車は、イギリスが開発した、世界初の戦車であるマークアイ戦車の問題点を、改善、改良した戦車である。マーク4をベースに、車体ビブを延長した試作車、タッドポール延長部、タッドポールテールの間に迫撃砲を搭載した、タッドポール世界初の戦車となったマークアイであったが、開発を急ぐあまり乗員の居住性や安全性は、考慮されていなかった。 両系戦車としてはほぼ完成型の域に達してはいた。ものの、その構造上サスペンションは搭載されず、乗員の居住性は最悪であった。特に、エンジンルームと乗員搭乗室が同じ部屋で、仕切り等もなかったため、エンジンの発する熱による弊害や振動により、乗員が剥き出しのエンジンに激突するなど問題があった。また、車内に光源が存在せず、 小さな銃眼から差し込む光が頼みであった。これも換気扇などがない車内では、エンジンの排気や発砲炎によって遮られた。これらの問題点は、マーク2やマーク3と改良を重ねるごとに改善されていき、乗員の居住性も含めて、全機量計戦車の集大成となったのが、マーク4戦車である。MI と同様に砲と機関銃を備えたお姿と、 機関銃のみ、装備の目型の2種類が存在し、基本的な形状は変わらないものの若干、小型化している。燃料タンクは、内蔵型から車外へと移し容量の増加を図り、エンジン冷却ファンや換気扇の設置により、肺炎の問題や居住性の向上につながった。また、ドイツ軍の SMK 弾を考慮し、特殊な鋼鉄製装甲に変更された。 車体上には軟弱地脱出用の角材を乗せるレールが設置された。マーク I から続く大型オリンも継承されてはいるが、実戦ではこれを取り外している車両が大半だった。武装はマーク III からの変更だが、左右方角に1問ずつ装備された6ポンド砲が40口径から23口径へと単方進化されている。これは不正地走行の際、 長い方針が地形に引っかかるとの苦情に応えたもので、方の威力は当然減少するのだが、対戦車戦闘を考慮に入れない当時は問題にされず、むしろ方の取り回しが改善されたとして歓迎された。なお、方角部のスポンソンはそれまでの菱形戦車と違い、鉄道輸送時に取り外すことなく、車内へ引き込むことが可能に改良されている。しかし、マークアイ以来の、 操縦に4名の乗員が必要という最大の欠点は依然として存在した。この欠点は自作のマーク V で解決する。1917年より製造が開始され、生産数は1015両に上る。さらにマーク4には物資輸送用の補給戦車型や武装を撤去してクレーンを搭載したタイプなどの派生型が存在する。 マーク4は1918年4月24日にフランスのビレブルトヌーでドイツ軍と史上初の戦車戦を経験している。この戦闘は偶発的なものであったがイギリス軍がマーク4夕方1両に目型2両、ドイツ軍が A7 ボルト3両と車両の数では互角であった。遭遇した両軍はほぼ同時に互いに気づいたが、 機銃しか持たない目型に量は a 7ボルトにより撃破された。ミッチェル少意識のお姿はすかさず反撃し、ビルツ、少尉登場の a 7ボルトに直撃弾を与えた。イギリス戦車は、ドイツ戦車と違い、戦車線の発生を想定していなかったために、鉄鋼弾を積載しておらず、搭載していた榴弾では a 7ボルトの装甲を貫通できなかった。 しかし A7 ボルトの乗員は、誘爆を恐れて車両から脱出し、戦闘は終わった。ドイツ軍側は直撃の衝撃で、乗員5名の戦死者を出しているが、戦闘は、という、戦術的には、イギリス軍側の敗北となった。しかしドイツ側は、戦車を放棄し、不評も交代しているので、戦略的には、イギリス側の勝利であった。 イギリス軍はこれを教訓として、目型の片方の機関銃を6ポンド砲に乗せ替えた、有刺型の生産を開始するなど、対戦車線を意識した対策を進める。世界で2度目の戦車線は、同日、一両のマーク A ホイペット中戦車が、ドイツ軍の A7 ボルトによって撃破されたものである。第一次世界大戦で1916年から、戦車が活躍すると、 日本陸軍でも早速、この新型兵器に目をつけ、わずか1年後の1917年には、戦車の購入を検討している。そこで、水谷義造市長兵隊員がイギリスに派遣され、当初は最新のマーク V 戦車の購入を打診したが、最新技術の集大成であるマーク V 戦車を売却することを、イギリスは許さず、やむを得ず事前の策として、 一つ前の方であるマーク4戦車を購入することになった。そして、イギリスから輸入されたマーク4戦車の目型が一両、操作方法を指導するためのイギリス人商工、ブルース商社1名と歌詞官4名とともに、1918年10月17日に貨物船シズ丸カマルで神戸港に、そこで積み替え、1918年10月24日に、 貨物船新潟丸で横浜港に入っている。日本陸軍では1907年に自動車開発研究機関を設置。1912年6月に軍用自動車調査委員会を発会。1915年には発達目覚ましい軍用自動車の研究や教育や試験を行う機関として東京の品野町にあった市長兵第一大隊内に 軍用自動車試験班が設立された。1918年10月28日、輸入されたマーク4戦車の目型が横浜から潮止めまでは鉄道で運ばれ、潮止めからは品野町の市長兵第一大隊へとイギリス人将兵たちの操縦で夜間に路面の敷石を踏み砕きながら自走して持ち込まれた。その後、マーク4戦車の目型は 青山連兵場に移され、皇族や将校などを迎えて、イギリス人将兵たちの操縦で試験走行が行われた。1918年12月には、陸軍自動車学校設立の前身となる、自動車隊研究班が設立され、マークー戦車の目型はそこで研究されることになる。イギリス人将兵たちはいつの頃か勲章を授けられて帰国している。 戦時中は、安国神社の優秀館で屋外展示されていたが、戦後の行方は不明。一説には、優秀館は1945年5月に空襲を受けたので、その時に被爆して、スクラップにされたとも、アメリカ軍が持ち去ったとも、される。本社側面のケースメイトからは、機関銃装備の目型であるにもかかわらず、即射法の方針のようなものが突出しているが、 これは、ダミーや速射砲に換装したものではなく、ルイス。303空冷式系機関銃の空冷用重心、5つである、水冷式重機関銃を装備していたのと異なり、ルイス系機関銃を装備していた。日本陸軍では、マーク4戦車のことを、4甲重戦車と表記した。ありがとうございます。